マルコによる福音書、六章、七節から十三節までです。その時、エースは十二人を呼び寄せ、二人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた類に対する剣能を授け、旅には杖一本のほか、 何も持たず、パンも袋も、また帯の中に金も持たず。ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時まで、その家にとどまりなさい。しかし、 あなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行くとき、彼らへの証として、足の裏の誇りを払い落としなさい。十二年は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。 そして、多くの悪霊を追い出し、油を塗って、多くの病人の癒された。<music> ここまで、この十二人の弟子たちは、イエス様から教えを、知識を、知恵を受けて、 これからはそれを分け与えることになりました。そのためにイエスは彼らを怒られます。汚れたりに対する権能を授けて彼らを使わされました。そして面白いことにその度には杖一本のほか何も持たないようにと。 言われる。なぜでしょうかそれは、うん、おそらく神様、父なる神様に頼るために、そう言われたのではないでしょうか神様は必要なものを人を通して与えてくださいます。ですから、どこかの家に入ったら、その土地から、 旅立つ時までその家にとどまりなさい。お世話になりますね。受けるんです。本当にここで考えさせられます。世の中、どれほどの人が飢え死にしています。食べ物も着物も、つまり衣食住は足りないで死んでゆく人もたくさんおりますね。その一方、 でではまたあり余るるるほどものを持っていい人がいるんです神様の御心としては、やはり受けるだけではなく、与えることも要求しておられると思います。受けることの必要があります。ですから、クリスチャ様は、どこかの家に入ったら、そこで旅立つまで、とどまりなさい、受けなさい。 感謝しなさい。ということです。私たちも精神的なあるいは物質的な恵みを受け、それは自分のためだけではありません。やはり a ブ・アンテイクですね。受けたり与えたりすることは人間の道です。父なる神様の御心です。で彼らは出かけます。 そして、悔い改めのために、宣教します。しかし、悔い改めることは、受ける側、聞く側だけではありません。彼ら自身も、やはり悔い改めなければ。宣教する人は、やはり自分も心を磨き、もっと父なる神様の御心を忠実に、 行わなななければならないのですそして彼らはやはり特別な恵みを聞かれた霊に対する懸能を続けられたんですから多くの病人を癒されまた悪霊を追い出すことができました。これもまた同じことの繰り返しですけれどもやはり受けたり与えたりする。 受け入れないならば構わない。日本でもそういう言葉があるでしょう。去る者は追わず、来たる者は拒まず。ですから自分のところを去りたいを引き止めるようなことはしないということですね。その代わり、クリストを喜んで迎え入れてください。 ということです身近な福音ですけれどもまたそのほか自分で黙想してまたそこに潜んでいる真実を見いだすことができますよう心から祈りますまたこの次にお会いしましょうそれまで神様の恵みを持って Go King and Yawn.